どうも、お箸の左側です。お箸の右側です。お箸って食べる時も片付ける時も基本的にバラバラですが、こんな風に一緒になるお箸があるんです。使う時は2本に分かれ、使わない時は螺旋のように絡み合って1本になる。バイエヌのお箸、螺旋。ちょっと不思議な形かも。それぞれ螺旋のように渦を巻いていて、2本がぴったりくっつくんです。暮らしに小さな驚きを。世界で活躍する佐藤大樹率いるデザインオフィス粘土が西武、そごうとともに生み出したプライベートブランド、バイエヌ。再びお箸の左側です。どうも、お箸の右側です。え、誰？片方ずつ色を変えても楽しい。全部で8色あります。詳しくはバイエヌのホームページまで。粘土の佐藤大樹です。クリス智子です。さあ、今夜はまずデザインにまつわるささやかな出来事をお伝えするデザインニュースをお届けします。大樹さん、コメントもお願いいたします。はい、了解です。さあ、では皆さん、今夜のデザインニュースです。今時のデザインのキーワードは溶け込む。電車の車両から商品パッケージに至るまで、周囲と馴染む、溶け込むことに比重を置いたデザインが増えている模様です。インテリアの一部にもなるさりげないデザインが今後のトレンドになるかもしれません。はい、溶け込む、馴染む。そうなんです、はい。まず一つこのきっかけとしましては、はい、ニュースの、西武鉄道さんが2018年に導入する予定の新型特急車両、建築家の瀬島和代さんが手掛けたデザインが採用されるということで発表になりましたよね。都市や自然の中で柔らかく風景に溶け込む特急ということで、アルミ製で周囲の風景が映り込むという、本当綺麗な、乗るというより走ってるのを見たいという、CG のパースが発表されましたね。そうですよね。本当に周りの、田舎ですと田園風景が車体に映ってという ね、風景が走っていくような、新幹線ってブレットトレインって呼ばれてますよね、弾丸の英語だとブレットトレインですよね。こっちの方が全然弾丸感はすごいありますよ ね、弾丸感ありますね。すごいありますよね、こんな話題がありましたね。でそれからちょっと他に移ってみますと、例えば大手の飲料メーカーのパッケージですとか、こういう風に洗剤とかシュシュッとやるようなものも、消臭剤ですか。はい、消臭剤、はい、もうあららららら、目立つ賑やかなパッケージではなくて、デザイン重視の、部屋に置いといても気にならないってことですよね、はい、あららららおしゃれですね、はい、とか例えばこの辺はこれグラスサウンドスピーカーとありますけど、スピーカーなんですが、ガラスでちょっと卓上にキャンドルのように置くようなイメージですね。振動スピーカーとかなんですかね。そうですね。ガラスで下の方だけ、土台はちょっと金属っぽい感じですけど、土台は金属で上ガラスで、ガラスの部分を振動させるんですかね。最近アロマのディフューザーとかでも、私も使ってるんですが、 CD と連携させて、音に反応して、色が変わったりっていうのがあるんですよね。寝る時とか気持ちいいというものがあって、溶け込む。あまり溶け込みすぎると探せない時もありますけどね。なんていうか、どんだけなんですか。そんなおばあちゃん的な発言。そうですよね。リセッシュが見つけ、リセッシュ、消臭剤が見つけれないとか、そういうノリですか。それは置き場がメガネ、メガネで、危険もあるかなと。なるほど。どうですか。確かに最近こういう消費者側としては、もうすでにこういう、
あの傾向あるな、かっこいいもの増えてるな、日用品ですとかね、消耗品でも、そうですよね、うん、思いますけどね。これって多分いくつかアプローチがあると思うんですけど、先ほどのスピーカーとかで言うと、うん、技術が進歩していくとやっぱりその中のユニットというか、うん、機構部分がどん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 ちっちゃくなっていくんですよね、うん、そうなると、はい、形の自由度が増していくと同時にやっぱり溶け込ませる、うん、テレビとかも今まではこうドーンと置いてた塊だったのだんだんこう壁に溶け込んでいく、壁に溶け込んでいくとか、ね、だんだんなくなっていくみたいな現象っていうのは間違いなくあるだろうなという気はするんですけどね。そうですよね。電話ですよね、探せないのは。電話が探せないちっちゃくなっちゃって溶け込みすぎちゃって、しかもなんかあの、はい、木が好きだからナチュラルなウッドカバーなんかしちゃうと、はい、家の人まさかのカムフラージュ的に木のテーブルに置いとくと見えなくなるんですか自分が悪いんですけどね、プレデターみたいな話ですね。へえ。